まあ、グラブを呼んだってことだね、これね。今回ね、ラプラプシティ・マクタン・アイランド。はい。マクタン。ね。このブッキングフィーっていうのが、グラブが取る手数料なのかな。ああ、予約の、ね。ライド、これなんていうのかな、わかんない、フェアってのかな。まあ、これがまあ、うん、タクシー運転手行くのかな、うん。まあ、314ペソで、ホテルまで行きましたと。ああ、このね、ラプラプとこのマクタンとつなぐ、瀬戸大橋。瀬戸大橋。ね。うん。まあ、瀬戸大橋。はい。瀬戸大橋。ね、私は、このね、一応、セブでも、なんだっけ、五つ星と言われてる。うん、ここを、まあ、これ四泊なんだけどね。あれ四泊三、四、五、六、そうだね、四泊。四泊で二名だと、どこが一番安いのかなって、いろいろ調べてたら、まあ、歩行とかも出てたんだけど、結局、どこにしたんだっけ？ウォーターフロントセブシティとかね。うん。でも結局ね、あれ？結局俺これ取ったんか？取ったみたいね。そうだね。で、あとは、この、アンヘレスとセブの往復。うん。の航空券と、カジノ、あ、カジノじゃねえや、ホテル4泊で、まあ、これぐらい。4万円ぐらい。うん。まあ、ねえ、片道4000円ぐらいだったからね。うん。安いよね、4泊と往復の飛行機ついて、こんなもんだもんね。うん。あ、このね、クエストホテルって。これも結構有名なとこだったんだけど。うん、で、俺はね、前回の動画とかでも見たと思うけど、このなんかノリノリのクラブの動画があったでしょ。うん、で、このオクタゴンっていうところに行ってきたんだけど、このね、このビッグバンのメンバーが来てたんだよね。うん。まあもうビッグバンってもう、あれなんでしょ？メンバー一人自殺とかしちゃって。うん。もうね、もうビッグバンはやらないよね、きっとね。ただこの時は、え、マジかビッグバン来てんのかと、いう感じで、まあ俺もね、すぐ行っちゃったよね。まあ案の定、ね、行ってみたら、韓国人しかいませんでした。うん。そらそうだ。はい。まあね、もちろんファンタスティックベイベーとかもやってたし、結構ね、盛り上がってたよ。うん、これね、一応、
動画ありますね。はい。あ、これカジノだね。カジノでバンドが良かったっていう。うん。これなんかね、ルーレットやってるの俺がこう見たんだけど、このおっちゃんが面白くて、なんかね、見てよ、このアプリで。なんか、この、法則性アプリみたいな。多分なんかその次はこれが来んじゃねえかみたいな、この多分統計アプリっていうか、なんかこれを参考にね、どん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 こう振ってたんだよね。で、なんかね、結果当たってたんだよな、なんか。お、すげえな、みたいな。まあ、たまたまなんだがね。まあ、統計学だから、ね、データとしてはやっぱり来やすいのか。まあ、で、セブはね、こういうのがもう、ね、なんていうの、アトラクションとしてあって、まあ、こういうのにしようか、とか、あとはまあ、こういうね、この、ほら、パラセーリング。ね、船に引っ張ってもらうね。まあこんなね、パラセーリング。で、まあ、僕とマイリンは、これを選択しました。なんか二人で1万ぐらいだったかな。うん。あんま覚えてないんだけど。で、ツアー行ってきたと。で、なんかホテルまで迎えに来てくれてね。で、ホテルから見たら、もう全部冠水と。冠水。冠水、これ一応また2秒ぐらいの動画がありますね。はい。はい、冠水してますと。うん。これもあります。冠水してますみたいな。もう冠水冠水。だどこ行っちゃうんだろう、これって。すごい不安だったよね。で、なんか、こんな感じでこうついたんだよね。でついてったら、ああ、やっとついたよ、セブと。でもね、なんかね、あんまりね、この海際は正直こう、あんまりほら、良くないでしょ？良くないっていうか、ね。すごい綺麗って聞いてたもんだからさ。うん。え、こんなもんなの？ってちょっと思ったんだよね。まあ、こんな感じかな。あんまり綺麗じゃねえなーって思ったのが正直な印象。セブって。うん。で、あ、来た。I love デブ。ここに書いてあるね。100キロ以上専用デブ T シャツ。まあ、こうに買ってこうと思ったんだけど、ちょっと荷物的にめんどくさかったんで、私買いませんでした。はい。まあね、この写真はまあ結構過去にも使ってるんだけどね。思い出の写真かな。うん、うんこのね、I love Seb。この動画かな？はい。これはね、なんか1分40秒ぐらいの動画だね。うん。ちょっと行きますよ。はい。もう飛んじゃってるわけなんだけど。でね、あのね、前日にほら、そのクラブで、ナイトモードみたいなしちゃったんだよね。暗いところでも綺麗に撮れるみたいな。で、俺それをね、解除するの忘れちゃってて、昼間でもそのナイトモードで撮っちゃったもんだから、なんかね、色がね、なんかパッパ変わっちゃうときがあるのよ、これ。もったいなかったね。ああ、ほら、これね。ああ。もったいないね、なんかね。せっかくの思い出だったのに。だ多分、色の認識みたいのが常にこう、やってたんだろうね。あいつら、これ絶対落とす気じゃない、これ。これ、そのボートを引っ張るのやめてさ、うちら落とすわけや、こいつら。ああうん。ああ、でも気持ちいい。と思ったらこうやって急にさ、急にこううわーって上がるわけ。急にだよ。
こう本当に100メーターとか上がるからね、うん、すごい怖いよ。待たせてた。だってほらね、このなんか高層ホテルみたいなより全然高いでしょ。うん。ああね、はい。ああ、これは懐かしいね。これはあの最後にしょうがないね出てくるやつだね。じゃあこれもいきます。え？怖いよね。また落とされるっていうね。やめてよもう。はい、また帰ってきましたっていうね。マイリーは本当にいいケツしてたよ。懐かしいね。これは海に潜った時のやつかな。うん。見えるかな？うん。うん。結構いるでしょ、魚。いる。いる。まあでもね、ここも結構いたけどね、パラワンの方がいっぱいいたよ。ああ。もうだってパラワンは潜んなくてもこう上から見えたもん。とんでもなくいんなみたいな。潜ったってどういうことこれ？スキューバって。スキューバじゃない、あのシュノーケル。ああ。うん。足ひれとシュノーケルだけ。うん。要はなんだろう、パラセーリングとかやった人は、一応シュノーケルと足ひれはタラで貸してやるよみたいな、うん、遊びたきゃ勝手に遊べばみたいな、はいはい、そんな感じ、うん、これね懐かしいね。俺ねセブのタクシードライバーにセブの観光スポットはどこだって聞いたことがあるんだよ、うん、そしたらね、ここに書いてあるけど、なんかパーパス、パーパスって。パーパスってさ、うん。なんだよ、パーパスって。と思って、一応調べてみました。このセブ、パーパス、山みたいな。そう、なんか、パーパス、マウンタン、パーパスってさ、なんか。で、まあ、調べてみたんだけど、パーパスをね、こう、出てきませんでした。うん。で、結果として、あのね、トップスでした。おいわトップスって言ってたのを、要はほら、やっぱりフィリピン人なまってるから、パーパス、パーパスって、なんか、英語わかんねえみたいな。この頃はまあ特に本当に俺も英語わかんなかったからね。全然結局はわかんなかったっていう。うん、でね、まあ、俺はね、その3日目だか4日目ぐらいに、3日目かな？そのマイリーンのね、その、地元、このタクロバンっていうところに、
行ってきました。この西部からね。西部からね、多分ここら辺までね、タクシーで行ってね、フェリーでこのオルモックってとこに行くのよ。3時間ぐらいかけて。またここからまた3時間ぐらいかけてね、このタクロバンっていうとこ。またタクロバン、タクロバンまでの道が何もねえわけだ。本当にね、20分に1回ぐらいね、サリサリが1個出てくるみたいな。牛しかいねえぞ、みたいな。で、うちらこれ乗ったよね、この変なフェリーみたいな。ウェルカムトゥオルモック。うん。なんかサリサリストアってさ、みんなこういう看板だよね、なんかね。うん。マイケルストアとかね。オルモックはね、こういうトライシクルがいっぱいいた。うん。まあ、パラワンもね、こういう感じのトライシクルで。この、トゥクトゥクみたいなね。うん。トゥクトゥクもどきトライシクル。あ、出た。窓ないバスみたいな。これが安かったんだ。3時間で100ペソとかだったかな。安っ。あ、一応、あるかな、はい、なんもないっていうね。うん、やっぱりなんもない。やっぱりなんもないっていう。これがね、ドア、閉めないで走ってるっていうね。もう閉める気ねえじゃん、みたいな。っていう動画だね。まあ、来なきゃよかったね、正直ね。でこれは、ミスター強気。フィリピンの交通ルールはもうみんな強気だけど、とうとう事故ったっていう。よくこいつは事故起こさねえよなと思ってたら、案の定事故を起こしたみたいな。ちょうど多分アンヘレスに戻るときじゃないかな、うん。事故を目撃したっていう写真だね。うん、あ、これだね。これ。はい。とうとう事故りやがったと。あ、これはなんかマイリンがタクシー止めさせて、なんかフルーツ勝手に買ってたっていう。出た。出ました、レチョン。レチョン。この顔が悲惨だよね。うん。もう口にね、もう香草とか思いっきり詰め込まれてるしさ。うわーって思っちゃうよね。だってこれも顔だし、このこっちも顔でしょ、これ。なんか、鼻折れちゃってんじゃん、これ。うん。うん。俺、ちょっとこれ見たら食えないよね。また面白いのが、この、外看板みたいのが、なんかこう、豚さん笑ってるみたいな。笑えねえよ、みたいな。で岡田を取ろうと思ったら、完売でしたっていう。岡田ダメでした。ずっと予約いっぱいだって。まあ、基本岡田はなんか取れないよね。うん、あんま取る気ねえけどさ。うん、だって、ちょっとケチれば、岡田がケチれば、ね、二人ぐらい、っていうことでね。うん、で、もうめんどくせえから、アンヘから、もう、マニラまで高速バスじゃなくて、グラブで行くか、って思ったら、これぐらい請求されたっていう。まあもちろん、このブックマークは押しませんでした。また繰り返しになるけど、これバスにすれば、あと一人。っていう話になっちゃうからね。うん、はい、やめました。これはね、
フィリピン身長あるある。ね。みんな 5-1 とか、5-2 とか。まあもちろんインチでね、言いますから、皆さんの身長は、まあ僕は174なんでね。俺そういう意味ではこの 8.5 ってこれ何て言うんだろうね。5-8.5 とかいいのかな。うん。ポイント5。ねえ、どういう言い方するんだろうね。今度聞いてみようかな。それとももう5-8でいいのかな。5-8。5-3 とか言う人いるけど、結構もう高いんだよね、5-3 っていうと。うん。じゃあ、次行きます。あ、来ました。おや？女性が変わっております。どっちやったかですね。とうとうやりました、私。パロパロ。パロパロ発動です。まあね、じゃあもう俺マニラ行って、もう次の日にはもう日本帰るから、ありがとうね、マイリーンと。うん。いうことで、私、アトランティスで来ちゃいました。はい。ああ、しょうがないね。しょうがない、ね。なんか俺ね、このところでもやっぱりシーキーズばっか食ってるせいか、このもう、鼻にニキビ作っちゃってんねんと、しょうがないね。と、しょうがないわ。まあなんかね、自撮りばっかしてる子だったね、この子はね。うん。ジェネシスね。うん。もうほんとね、結局その岡田はなかったんで、モアの近くのホテルにしました。うん、ね、モアのこの地球儀がね、うん、もう見えるっていう。うん、まあ、花火もあったりしてね。まあ結構いいとこのホテルだったよ。まあデポジットを無駄に3000ペソとか取られたけど、うん、まあもちろん何も使わなかったんで、ちゃんと帰ってきてるよね。うん、まあ次の日の朝になれば、まあこんな感じってことかな。うん、あ、これは、有名な、まあ、この子もね、まさせもう化粧落ちちゃってるんでね、素の顔に戻ってますけど、うん、朝ごはんに私、Google 翻訳で、なんか、パッパッパッパ打たれて、うん、これを見せられました。朝。これ見えます？見えます。ね。これ、今回のサムネ、これ決まりかな？いや、いいね。でも、ここはさすがにちょっとね、隠して、っていう感じかな。ハート、ハートに。ああ、ね、ここちょっと隠して、サムネみたいな。あ、この子のちょっと顔もね、まあちょっと伏せないといけないかな。うんうんうん、まあ、朝っぱらからね、こんなこと言われましたよ。うん、まあちょっと写真というか、まあ上が飛んじゃってるけどね。上は何て書いてあったんだろうね。うん。まあびっくり。うん、あ、来ました。岡田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 もその噴水とかができるのが時間かかったね。うん。岡田。あ。あれ。あれこれはそう？この奥ら辺なのか。ああ、ちょっと違うかな。うん、OK だ。かっついの。ああ、来たね、これね。じゃん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 。だから、じゃんってからもう最後ね。これは、51がこう2つあんだよね。そう。アルゼマークと、ジョーカーと。ジョーカーと。うん。でも結構その履歴を見ると、ちょいちょいどっちか来てんだよね。まあ、俺には正直、これは向かなかったな。
フューチャーパンダ。未来のパンダです。はい。ウルトラドラゴン。なんたらライオン。うん。まあ、なんか、くだらねえ機種名がいっぱいあるけどね。うん、動物シリーズ。あ、これね、フューチャーパンダ。はい。アルゼ。アルゼありますね。もうアルゼっていうブランドはなくなっちゃったわけ？ないね。もう、うん、ユニバーサル？ユニバーサルだ。ユニバーサル。もともとユニバーサル販売だったじゃん。販売からね。ああからアルゼになって、今ユニバーサル？で、ユニバーサルエンターテインメント。エンターテインメント。あ、エンターテインメント。ああで、岡田は？岡田は、岡田会長が勝手に作ったやつだから。あれは関係ないの？ん？ユニバーサルは関係ない。一応今はユニバーサルのなんか資産みたいになってるらしい。あ、そうなんだ。うん、岡田、一時 YouTuber やってたけど。どうなったんだろうね。ねえ。私が会社に復帰できたら、一人に何億円みたいな。なんか200万やるとかなんか。YouTube やってたよね、なんかね、岡田。香港ドルかなんかで。ああ。会社に戻れたらって、だってそんなの知るかって話だよね。そんな権限があんのか、ねうんメガマニージャックポット。意味がわかりません。はい。あ、これほら、ファあるけど。ファ。これもファだよね。パッキャオ。うん。出た、競馬。競馬。ほら、競馬大好きだったね。デンジャラス。まあ、なんだろう、1000ペソぐらいから始めたのかな、これ。うん。あ、多分ね。うん。ああ、1000ペソ上回りました。あ、1157。まあ、俺ね、ほんとね、競馬はね、負けない。ただ、競馬じゃ食えない。食えないけど、なんかね、微妙に勝つんだよ。だから、カジノ俺多分、総合では俺勝ってると思うんだけどね。岡田。うん。来ました、ペッパーランチ。うん。家系ラーメン。横浜商店。はい。聞いたことありませんね。串市。串市も聞いたことないね。あ、マイリンがね。うん。なんか飯頼んだけど、これぐらいでもう私お腹いっぱいって言って俺が切れたっていう写真だね。うん、うん。だったらてめえ頼むんじゃねえ、この野郎って。すげえ切れたのを覚えてます。はい。うん。あ、ラーメン屋。負けて当然。勝って偶然。うん。これなんかカジノの、カジノのこと言ってんのかね、これね。ふざけた T シャツだね、これね。うん。まあ、このスタッフは、意味を分かってきてるのかっていう。あ、これは、シティオブドリームスだね。コットだね。うん。コットのスロット。その時初めて行ったの。まあ、最初の方のカジノって、確かに岡田ばっかりだったよね。うん。そういう意味だ、ああ、そうかな。それで俺、シティオブドリームスとか行き始めて、コーとかも連れてくようになったのかな。そうだね。こっちにも競馬あるよ。うん。で俺、だってこっちの競馬の方が好きだ。うん。なんか岡田は、うん、なんかミニマムベッドが変わっちゃったの。岡田、ああ、そう。ミニマムが20とかになったわけ。あ、高田飛んだ。席によって違ったんだ。ちょっと待って。高田消えた。いや。あ、いた。消えた。戻った。うん、はい。あ、これはね、私のコロンビアの友達が、コロンビアの女性が、フィリピンには、まあね、乳首とか、
いわゆるあそこが、こうピンク色になると、まあこう、いわゆるこの黒ずみをこう取るっていうかね。うん、まあ、そういうこうクリームがフィリピンにあるから、こうお土産買ってきて、みたいな。いうことで、まあ、こう俺をね、まあ、こんなね、まあ、脇とか、まあ、こうデリケートゾーンとかね、まあ、この肘とか膝とか、これを私はね、こうやって、とんでもなく箱買いしてきました。これ3箱ぐらい。もう友達にも配りたいから、もういっぱい買ってきて、みたいな。もうとんでもなく買ってきたね、これ。うん。うん、あ、来た。チチャロン。これはね、豚の皮っていうか、耳とかを、なんか揚げてるんだよね、これね。俺はちょっと気持ち悪くて食えないけど、結構ね、俺の前職の人にね、これ買ってったらね、結構みんな喜んでたよ。これはうまいうまいと。酒に合うぞ、これは、と。いつもね、ね、これ安かったから、これだって80ペソと書いてあるでしょ。こんなん、これ買ってってね、うん、会社の人に結構喜ばれですよね。うん、あ、来ました。ドリアン。定番、うん、買いもしないのに写真は撮ってくんだよね、いつもね。はい、じゃあ次行きます。あ、来ました、富士そば。あら、うん、富士そばがモアイにある。あ、力飯もモアにある。今や日本にないけど。うん。確かに。ラーメンナギ。ナギ。ね。ラーメンナギは人気です。ね。うん。あ、来ました。有料品ではなくて、U の、U の良品。味一番。意味がわからない。これ確かね、さっきの話だけど、高田の馬場にもね、これ確かできたんだよ、これ。言うの。なんじゃこりゃ。え、そのまんま？確かこのまま、このままだったと思うね。あ、これね。アイホップのとこだね。これは多分グラブでも待ってたのかね、これね。うん。あ、来ました。カツインの。江戸コンですね。あ、マイリーに連れてきちゃいました。しょうがないね。しょうがないね。このおばちゃんがね、またマッサージがうまいのよ。力強くて。一応これ動画になってますね、これ。まあなんか、まあ前よりお前もやってもらえよと。このおばちゃんマッサージうまいからと。ね。なんかこうね。ああ、まあなんかこんなね。あ、もう終わったみたい。で、ホテル帰ってきました。うん。あ、そういえば、そうそう。女の子がまた変わった、元に戻ったっていう話をしてないよね。うん、なんかね、あの子ね、怒って帰っちゃったんだよ。よくわかんねえけど。本当はそのマニラのその3日間をその子とずっと過ごそうと思ったんだけど、うん、なんか怒って帰っちゃった。うん、しょうがねえから、また元に戻しました。うん、この子来ました、うん。だから結果ね、ごめん、俺前回の動画でね、こう11日間で5、6人とか言ってたんだけど、うん、なんかマイリンとさっきの子だけだったみたいね、結果としては。うん、だからほぼこの子といたんだよね、俺ね。うん、9日間ぐらいずっとこの子といたんだと思う。うん、あ、朝食シリーズ。パン。まあね、トーストとバターが一番うまい。
あとバナナ、うん、これはうまかった。ただ他の料理はいや勘弁してくれと、うん、あこんなねこんな料理出てくるわけですよ。もうなんでこれと、フィッシュフィンガーって書いてあるね。ミックスベジタブルイン、あよくわかんない、はい、なんたらソース、うん、オイスターか、オイスターソース、うわー、もうなんか名前聞くだけで嫌だね、うん、ハッシュブラウン、これはハッシュポテトだね、ビーフン、あこれさっきのねオイスターソース、はい来ました、恐ろしい、これ骨ごと食うのかね。だからね、まあね、こう一応上見るとこうミルクフィッシュって書いてあるね。ウィズスパイスビネガーディップと、うん、でこのミルクフィッシュとは何ぞやというところで、私を調べてみました。したら、ミルクフィッシュ、したらこうサバヒサバヒってなんだよみたいな。サバヒーか、サバヒー族に属する魚、うん、一応身がミルクのように白い色をしていることから英語ではミルクフィッシュと呼ばれていると。うん、サバヒーか唯一の種である。あサバヒーかサバヒサバヒんサバヒーアモックサバヒーかサバヒー族に属してるくせにサバヒイカ一種の唯一の種類、ね、うんうん、だったらこうやって別にカとか族とかしねえ言わなきゃいい、ね、分類なんでしたのっていう、うん、サバヒでよかったね、うん、見どころ満載の、はい、それをね一応コート、イサムさんに共有しました。こんなのがあったぞと。でまあ、サバヒーってとか、まあ、コウが言ってるよね。サバではないのかなと。とにかく食わねえなと。うん、そしたらまあ、コウがドイヒーと。まあ、ドイヒーだなと。まあ、ドイヒーってのは、まあ、ひどいって意味だね。まあ、ひどいのとドイヒーって言うけど、まあ、本当にドイヒーだったね、これはね。うん、誰が食うんだよ、これは。みたいな。まあ、ね、これ書いてるね。飯に関しては、お兄ちゃん無理な国だと。まあ確かに、無理です。あ、マイリーね。飯食ってますね。うん。あ、来ました。フィリピンに染まったシリーズ。サッカーの本田です。フィリピンに染まった本田圭介。はい、うん、あまたいますね、うんうん、あ一応パートナーの人でいるみたいですね、はい、本田さん、はい、これはねこれ写真で分かりにくいかな、なんかねプール来たらね大雨降ってた、ね、うん、でもうプール中止です、はい、プールどころじゃありません、はい、でもう多分ねもうこれ最後らへんなんだよね、これ多分ね、グラブでねデューティーフリーフィリピン、うん、お土産買いに多分行ってるとか、うんうんうん、もう多分最終日だこれは、うん、で、まあ、また同じくそのコロンビアの、ね、親子に、まあ、ビクトリアシークレットって、まあ、日本じゃ簡単に手に入らないからね、直接 LINE 電話来ました。サトシパンティ買ってきて言われました。でもうしょうがねえから行ってきましたよね。デューティーフリー。まあね、こう、ボディークリームとかもこうやっていっぱいあったし、ね、こういう、このなんか、これなんていうの？ミスト？うん。ミストみたいのもあったし、まあもちろんね、こうやってティーバッグもいっぱいあったよね。うん。まあ、なんかビデオにこう、なんか映しながらさ、ビデオでもう、俺ほんと片手にこう、パンツ取ってさ、
これ買い、これ買いみたいなのよくやってたよな。これ買っときゃいいのみたいな。前よりもなんか匂い嗅いでるね、これね。で、まあ、買ってきたぞと。で、結構この紙袋もね、日本の女の子は、こう、貴重がられるよね。俺、これ誰かにあげたもん、うん、日本の誰かに。紙袋いるって言ってる。まあね、$81です。ね。$81は、9030円でした。はい。まあ、一応そういうね。はい。で、俺は、フィリピンにいるときに、もう次の便を。しょうがないね。しょうがないね。しかもこれ、往復でこれだからね。飛行機。安く。うん、こんなのがあるから行っちゃうわけですよ、次の日とかね。うん。やっぱりね、成田だね。羽田からは高いんだよ。成田からが安い。うん。まあ、これ多分最終日だね。うん。もう本当、いよいよ、お別れっていう時にね、写真撮りました。うん、うん。ああね、靴もね、お揃いで。でね、俺ね、この写真がね、まあ今でもこう、思い出の写真なんだけど、うん、まあもうね、やっぱもう9日間ぐらいもさ、ずっと一緒にいたからさ、うん、まあやっぱこう、ね、情が映るっていうかさ、やっぱりお別れが正直悲しかったよね。うん、でもなんか彼女はねずっと笑ってくれてた。うん、うん、だからもう最後空港に向かうねタクシーなんかはね、まあちょっと恥ずかしながら俺はね大泣きしちゃったね。帰りたくないと。うん、うん、で、まあ、とうとうね、お別れして、また JAL で、まあ、帰りますよっていう写真かな。うん。うん。で、まあね、もう、俺はもう、目がもう真っ赤だよね。なんか、もう、本当泣いちゃってさ、もう、もう飛行機来るまでもう涙止まんないけど、さっきの話、マイリンのこう笑ってる写真を見ながらさ。まあ、病んでたね、あの頃はね。うん。まあ飛行機乗って、ビューティーペアを聞きまくってたね、俺はね。ビューティーってもう、なんかビューティーペアばっかり聞いてたね。ビューティーって。あとは、ね、西麻布。うん、まあ。これ、ビューティーペアと、この、うん。こればっかり聞いてたね。だって他知らねえんだもん。うん、で、ああ、もうこれ最後の写真かな。まあね、成田空港から、まあうちの舞浜駅に一番近い海浜幕張駅に、まあ高速バスで帰りますよ、というような写真でございます。うん。うん、まあね、一応これ11日間を振り返ってみました。うん、長いね、11日ってね。長い。長いよ。やっぱ飽きるよね。さすがにこんなにいるとさ、うん。うん。だからやっぱり帰りたい気持ちももちろんあったし、でもマイリンとはこう離れたくないっていう気持ちもあったし。まあね、いつもうちだとこう3日間、4日間じゃない？だから逆にさ、そんぐらいがいいのかな。いやでも3日、4日だと、どっちかに4日とかだったら長いけど、うん、アンヘイ一日のマニラかとかだから、じゃあ次パラワン行こうとかね。うん、あでもそれはそれでちょっと疲れちゃうんじゃない、やっぱり。
かといってやっぱうちらって昼間何もやることないからね。そうなんだ、ね、やっぱりずっとそこにこう何日もいるっていうのもあまりできないタイプだよね。うん、まあカジノ行ってるかそれこそ健全なマッサージ行ってるかみたいなところだもんね。うん、うん、一人起きないですね。そうなんだ、ほんとしょうがないよね。うん、まあこんな感じかな。逆にブラザーは早いよね。朝が朝早いよ。元気だもんうちらって。7時8時に起きてるからね。うん、健全だよ。てか鶏がうるせえんだよ。それは起きるって。まあそんな感じですかね。うん、どうでした、どうでしたっていうのもな、うん、でもだから初めてのリゾートなわけですよ、この4回目にして、うんうん、そうだね。初めて観光旅行的なことをやってきたわけだよね。唯一ね、うんうん、まあでもその海は楽しかったよねえ。面白そうだよ、うん、パラセーリング。うらやましいよ、うん、まあいつかまたね行ける時が来たらね、みんなでそういうこともねやりに行きたいよね今度ね。うん、うん、まあじゃあそんな感じですかね。うい、じゃあ今日もありがとうございました。ありがとうございます。あ、やっとそれらしくなってきたのかなこのシリーズ。うん、確かに。ただ次はいつだ。まあ俺ってさほらやっぱりこう冷蔵庫屋さんだったから、うん、夏はやっぱり忙しいわけよ。まあ、今回このその、うん、まあ、免停が絡んじゃったんで、その6月ぐらいに逃げちゃったけど、うん、普通だったらもう6月なんかね、うん、もう忙しいからね。うん。壊れまくって。うん。で、また9月、10月ぐらいからこう、毎月のように行き出すみたいな感じだったかな。うん。うん、なんで多分次はね、まあ、さっきのあの、チケットのあの、格安にもあったら多分9月とかそんぐらいになるんじゃないかな。9月は3人で行ったやつか。いや、俺行ってないよ。いや、A 氏がね。あ、ああ、確か。A 氏がとうとう出てくるわけですね。そう、A 氏が9月に出るから。あれ、もうほんとしょうがないよね。マニラについていきなり、その最大のオチが出てくる。そうね。ああ、まあ、そこじゃちょっと予告編でちょっと作っておきましょうかね。うん。まあ、まさかいつもの通り、またじゃあ、この後に2つぐらい適当な動画でも上げて。おまけ。ね、おまけをね。前回どうでした、あの、おまけラッシュ。たださ、前回ほら、プレミア公開にしたじゃない。うん、やっぱりこう、俺らがさ、こうコメントしながらさ、動画見るとか言ってさ、もうなんか、動画なんか見てる場合じゃないよね、コメントばっかしてたらさ。まあ、あの、プレミア公開ってあれ、忙しいわ。忙しいね。だからちょっと、もう、やめます。プレミア公開は。もう適当にポンとまあ上げちゃうのがやっぱり一番いいのかなと思って。うん、まあ次はね、月曜の、まあ適当な時間、8時、9時ぐらいで、アップするような形で設定しておきますんで。はい。じゃあ本当に今日はありがとうございました。じゃあまた次回はね、はい、収録するようにしますんで。じゃあこうちゃんまた、次の、じゃあその A 氏との、期間をちょっと教えてください。うん、はい。で、まあ、二人でね、また写真いっぱい出し合って、ね、面白おかしくまたじゃあ、組みましょうかね。はい。はい。じゃあ、そんな感じで。では、また、来週お会いできればと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。こうですか？こうです。
ありがとうございます。それ今更買われてる。19は月曜日だったよね。あ、20日は今5月。まだ誰もいないんだよ。